はい、行ってみましょうか、今日も。入るかな。もう来るから、こんな感じで入ってるのかな。今日もね、ダマスね、これ。3800円で売っている、APS カップ本大会記念 T シャツ。2016年バージョンですね。他オレンジですからね。ということで、ここはオレンジレンジということになりますね。何言ってんだか分かりませんが。さて、今日もね、ちょっとまたこの紙に1枚入ってるやつ読んでみましょうか。最後まで終わんのかな、これ。今日はですね、打つとき以外トリガーに指をかけてはいけませんということですね。お、射撃競技では一般的に指がトリガーに触れていいのはターゲットを狙って発射するときだけですと。APS 競技においても特にスタンバイステージやスタンバイコール中にトリガーに指をかけることはレギュレーション違反ですと。実際選手の指はトリガーに触れていなくてもジャッジから見てトリガーに触れていると判断した場合はファールの対象になりかねますと。故に常に指はトリガーガードの外に出すと。トリガーに触れていないことをジャッジにアピールするようにしてください。いや素晴らしいですねこれ。まあ、ということでね、このトリガーガードの中に入れてて、これどうやって撮ったらいいんだ、カメラ動かせねえからな。本当はそっちから行きたいんですけど、まあ、ちょっとこういうことですね。これもトリガーガード触れてないじゃないか、指トリガーに触れてないよっていうのは通りませんね。このここのラインより外に出しとけということなんで、こうしとけということですね。で、ちなみにこれがですよ、これもね、ちょっとね、逆から言うと分かりづらいんですね。こういう感じ。これ一応トリガーまで入れてないけど、例えば指を曲げといてやったりすると、向こうから見るとね、分かりづらかったりするのね。ですね、まあ、ピシッと伸ばして上あたりにつけとけばね、何の問題もないですね。で、これ、なかなかすごいことが書いてあるんですけど、トリガーに指をかける。射撃距離では指がトリガーに触れていいのはターゲットを狙って発射するときだけです。これ、ここら辺は APS のレギュレーションでは特に触れてないんで、まあ、一般論ってことになるんですけど、ですんで、まあ、ここら辺は人の気の持ちようってことになっちゃうんですね、これね。あくまでもターゲット狙ったとき最後に指をかけるということなんです。ですので、プレート競技のとき、プレートスタンバイ、レディー、オーって言って、上げてからやっぱね、上げてから持ってきてほしいんですよ、最後にね。上げてとか狙ってからね。狙ってから持ってきてほしい。で、これ狙ってからね、ここで指、持ってくるとき、やっぱ人間これこうやって動くんで、こうなっちゃうんですね。大げさに言うとね。ですので、より難しくなるんですけど、まあ、ここはチャレンジしてもらいたいですね、ぜひね。やっぱりね、まあ、この角度のからね、持ってくるときに、途中で指かけたって、ジャッジは取れませんよ。取れませんね。でもね、何が起こるか分かんないんで、やっぱり指かけるのは最後にした方がしてもらいたいなって僕なんか個人的に思いますね。ですので、まあ、ルール的にどうこうっていうのは特にないんで、これで取られるってことはプレートの時はねないんですけど、やっぱトリガーに指持ってくるのは最後にしてくださいっていうのはやっぱ基本じゃないかなとは思います。さて、じゃあ今日も行きましょうか。一応もう本大会近くなってきたんで、これポロシャツ決めましたけど、ちょっときついんですよね。シルエット心配だな。ではとりあえず行ってみましょう。シルエットからですね。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。では8メートルから狙います。
ちょっともうちょっと上狙いたかったんですけど、なんとか当たってきましたね。9メートル。取り上げてから動きましたけど、当たりましたね。じゃあ10メートルいきます。1分前です。ああ、当たってるというか、当たっちゃってるな今のは。7メートル。7メートル、6メートル難しいな。6メートル狙います。よいしょ、もうなんと当たりましたね。じゃあセーフティー変えて重厚カバーをしましょう。さあ続いてプローン競技に入りたいですね。はい、それではプローンいきたいと思います。よいしょ。はい、ね、ちょっと大げさに今指をアピールしてみましたよ今日は。さて、じゃあ行きましょう。プレート、プレートじゃねえ、プローンですね。はい、スタンバイ、レディーゴー。よっ。あら、電池ねえじゃん、やべ。で、8メートルから狙います。うわ、これ電池大丈夫かな。よいしょ、取りましたね。はい、続いて9メートル。よし、30メートル狙いますよ。1分前です。よっしゃ、今かなり隅っこの方に当たったな。さあ7メートル行きましょう。はい、当たりましたね。満車できました。こないだね、シルエットにシルエット満車したんで、満車ってテロップ出したらね、あの YouTube のあれなんていうんですか、サムネっていうんですか、あそこに満車って思いっきり出ちゃってね、200点でも出したかのような勢いで出てしまったんで、今日は自重したいと思います。とか200点出したら出しますけどね。ということでシルエット40点満車できました。じゃあ続いてブルザイに行きたいと思います。これ電池充電しないとダメですね。はい、ではブルザイに行きましょうか。一応充電大丈夫かな。そもそもこれちゃんとシルエット打ってるとこ入ってんのかな、入ったのかな、角度的なものが。さあ、ブルーザー行きましょうか。はい、じゃあ第一ターゲット準備よろしいですか。じゃあ行きます。スタンバイ、レディーゴー。よい
ったいないな。なんとかラッキーショットが続いて48点かな、これ。ちょっと見ていきますね。そうですね、48でしたね。いやー、しかし1年間打ってても成功してたかしないかわかんないですね。電源大丈夫かな、電池。やっぱピコピコいってんな。じゃあ第2ターゲットいきましょう。はい、じゃあいきます。スタンバイレディーゴだけ。最後ぐらいかな、まともに打てたのは僕にしてはね。さて、はい、ということでこんな感じでした。94-123X かな。ちょっと散っちゃってますね。ちょっと手止まんなかったですね、今日ね。引きも相変わらず下手だし、まあでもそれなりになんとか点数はまとまったってとこでしょうか。では続いて最後プレートいきたいと思います。さて、ではプレートに入りましょうか。プレート途中で終わんなきゃいいんだけどな、これ。ダメだと思うんですけど。最終レースが終わりました。気を解除してください。下げちゃったのやばいかな。とりあえず、ちょっと行っちゃいましょう。今のところ6点マイナスできてるんですね。はい、プレート協議を開始します。プレートスタンバイレディ。ちょっと1メートル手前だと思いましたけど、あと1、2、3、4、5、6。プレートスタンバイレ
電池ももうかなりやばそうだけど、なんとか持ったな。ということでね、56分ですね。はい。ですんで今日は190点いきましたね。ということでした。また何回も行きますけど、このね、APS カップ本大会記念 T シャツ3800円で発売しますんで、皆さんよろしくお願いします。いやー、なんだかまあちょっと心配ではありますが、まあ点数は出てるんですけど、打ててる感がちょっといまいち持ててない。プレートなんかだと特にね。まあでもジタバタしてもしょうがないんですけど、まあ最後まではあがこうかと思ってます。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんね、頑張りましょうね。あと1週間ね、とにかくね、皆さんこの通りみんなで証明しましょう、今までやってきたことね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。